ですね、空飛ぶ泥船という、なんでしょうね、まあ、あのものがあるんですけれども、そちらを見に向かっております。現在ですね、今は山梨県の北杜市かな、この後キャンプに行く予定なんですけれども、諏訪大社と空飛ぶ泥船を見に向かってる最中でございます。現在朝のね7時半なんですけれども、天気がすごく良くて一睡もしてないけど元気、本当に嬉しい。そして気持ちいいんですよ、この北杜市からこの近辺ドライブしてるだけで本当テンション上がる。はい、駐車場着きましたが、あのね、適当に来てしまったんで、参道とか歩きたいんですけどね、なんか雰囲気違いそうだな。とりあえず歩いてみます。はい、あの正直ね全然わかりません。あー、そこかな。けど雰囲気すごいっすね。この木もでかっ、でかー。もう少し歩いて参道を探してみます。涼しいの、なんの。はい、これがおそらく北参道なのかな。なんかもうちょい大きな参道ありそうな気はするんですけどね。そして、こちらからこう振り返ると、メインといいますか、大きな鳥居があって、あれ奥行けないのかな。はい、諏訪神社の方に戻ってきたんですけども、こちらもコロナの影響でかな、柄杓がないんですよね。はい、今諏訪大社出ましたけどね、ほんと良かったですね。神聖な空気感、雰囲気と参道も綺麗だし、だいぶ整備されてますね。まだね全然行けてないんですけど、時間がないので今からですね、空飛ぶ泥船向かいます。楽しみですね。着きました、着きました。そしてね、早速見えてますね、左側です。見えてますよ、すごっ、かわいい。人いないかな。じゃあちょっと車止めてね、中入ってみます。なんかさっき全然違うところから車で侵入してたみたいで、今車を止めてですね、正門らしきところから向かいます。住宅というかそんな感じの雰囲気なんですよね。入っていいのこれ。失礼しまーす。失礼しまーす。え？これは開放されてる。うわ、なんかすごいな雰囲気が。こんな感じです。あ、旧館ですね。資料館が
今日は休館だそうですね。あれ、どうやって行くんだろう。じゃあさっきのところ、あれ、この資料館来たのはいいけど、さっきの泥船の行き方わからないぞ。これ道がある感じでも、あ、この道か、あ、ここかな。迷っちゃった。意外に看板発見しました。この道ですね。なんか道がすごいんですけど、普通のいいのかな、これ市道みたいな感じの道を通ってますけど、あ、遠いな、結構歩く。見えますか、あそこにありますね、あれあれ。じゃああそこまで行っちゃいます。はい、着きました。これが空飛ぶ泥船ですね。すごい可愛いこの雰囲気、見てください。こんな感じですね。で、ウェブサイトで見たんですけど、この中入れるみたいなんですよね。予約をすれば、あの中からあそこにあるはしごで使って入ることができるみたいです。入ってみたいですけどね。これはまあ予約してないんで厳しいですが、かわいい、来てよかった。そしてですね、また獣道というか市道みたいな道なのか道じゃないのかよくわからない道を通ると、あら、ほら見てください、かわいい建物が2つ。あ、こっちじゃないか、裏側から来ちゃってるなこれ。あ、上がれるな、あ、上がれる。はい、見てください、これすごい。これも入ってみたいですね。ただはしごがないと上がれない。完全逆光。そしてこっちの建物は何なんでしょうね。こちらから撮るといい感じですね。いやー、今日は本当に天気もいいし、見てください、見えますね、泥船もかすかに見えますね。この天気が最高ですわ。後ろはちょっとね、お墓なので撮らないですけど、うわー、雰囲気いいなー。飛ぶ泥船、見終わりました。実際行く際はですね、空飛ぶ泥船で検索するんじゃなくて、読み方が分かんなかったですけど、資料館の方で検索していただいた方がね、確実ですね。駐車場もあるし、まあ3台ぐらいしか止められないかもしれないですけどね。本当行ってよかった。ツアー大社と空飛ぶ泥船のセットはね、おすすめですね。天気が良かったっていうのは本当に大きな一つのポイントかもしれないですけど、行ってよかった、本当行ってよかったとしか言葉が出てこない。じゃあこの後はキャンプに向かいますので、この辺で、終了させていただきます。よかったらですね、チャンネル登録高評価をしていただけたら嬉しいです。ではまた次回の旅でお会いしましょう。バイバーイ。